はい、エディターのおさかなちゃんです。今回は、まあ、何しようかなって思ったんですが、ちょっとこれも、やりそびれたやつですね。はい。まあ、中古車なんですけど、はい。今回は、ヤリスクロス、近い色ですね。これは、まあ、1.5 の Z っていう、まあ、ジョイグレルなんだけど、まあ、結構、水色っぽいが、ちょっと見てきたんです。ただ、それだけの動画なんですけど、まあ、可愛らしい色だなってちょっと思ってて。あ、そう見ておりまして。ね。本当に、そんな感じかな。うん。でも、こういうのもいいなって感じはあるよね。はい。まあ、ジョイグレードだからね、結構内装もいいんですよね。まあ、普通に買うと結構いい値段する車なんですよ。300万そこそこ。まあ、ヤリス系列もね、まあ、半年ぐらいかかる車なんですけど、やっぱね、中古車って大体ね、何かトラブル起きます。だから、それぐらいは覚悟はした方がいいですよ。ね。一回使ってますから。ほんと。そんなところなんですよね。はい。どうぞ。今回は、まあ、中古車なんですけど、はい、トヨタのヤリスクロスですね。まあ、もう一つ色があったので、まあ、見てきたって言って、これは、まあ、グレードとしては 1.5 の Z のガソリンですね。はい。まあ、そういうところなんですけど、この色合い可愛くないですかね。いいなーってちょっと思ってるんですよね。はい。
まあボディサイドとしてはね、まあ天地型のモデルのまんまなんだけど、やっぱねこれいいなーってちょっと思うんだよね。やっぱ素敵じゃないですかこの感じ。そしてこの車はまあ状態もすごく良くて、まあね、もう当て石もなかったので、まあこれはこれでいいんじゃないかな。インテリアの感じとして言えば、この車はまあマルーン系、ブラウン系のねデザインなんですけど、まあそれでもってね7インチナビにまあ HUD 4万5000円の専用オプションがついてくる、そういう車でしたね。あ、これはいいなと。まあ HUD はねカムリとかについてるのと全く一緒です。まあ、レクサスの系列もそうだし、まあ、それと同じ投影式なので、まあ、フロントガラスにパッて光るタイプです。だけどこれはすごくいいですよ。本当。
こちら、まあ、リア周りとしても本当にこの車状態がいいので本当にもう損はしませんね。本当にこれは一押しの車だと思います。やっぱいいですよね、うん、そんなところかな、はい、いや欲しくなる1台ですね。はい、まあ、最後ですけど、やっぱりねこういう車どういう人におすすめしたいかって言ったら、やっぱりね本当にダウンサイザーとか、あとはね初めて乗る人に本当におすすめしたい。やっぱりね結構クロスオーバーで使えるんですけど、これでキャンプするとなるとやっぱり1人か2人が限界です。だけど普段使いだったら全然いける車だと思いますね。そういう車だと思うんですよ。なのでやっぱり初めて乗る人におすすめしたいな。そしてやっぱ家族連れで乗らないんだったらこれはありかな、うん、セカンドカーとしてもありだし、まあ夫婦で乗るっていうのもこれはおすすめできる時代だね、うん、そんなとこでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。まあそうですよね、いろいろあるけどさ、やっぱりいいと思いますよ。はい、だけどやりくろうかってところで言えば、まあ前チェーンモデルもいいと思うんですけど、やっぱね前の動画のとこって言ってもやっぱり、あこの色なくなったよねとか言われて、あそっかって感じです。まあそういうのもあるからね、近代優があればさやっぱりいいと思います。はい、でこれとチャンネル登録してありがたいですけど、まさかのチャンネルして